はい、こんにちは、ポップです。エフェックチャンネル、11月12日木曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、今日はね、えー、ちょっと夜に予定がありますので、早めの解説という形で進めさせていただきます。 えー、今現在はね、15時40分ということでと、えー、ちょうどね、東京マーケットが終わったというタイミングでございますので、えー、まずはね、えー、昨日のの、えー、ニューヨークマーケット、そして今日の東京マーケット見ていきましょう。はいえー、まずは昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、マイナス23ドル。 終わり値で29,397ドルということで、わずかに0.08%の下落ということで、1日の取引を終えたというところでございます。そして、日が明けましたね、日が変わりました東京マーケット。日経平均は前日比、プラス171円。 終わり値で2万5520円ということで、0.68%の上昇でね、8営業日連続の上昇ということでね、日経平均は絶好調と思われたんですが、この上げというのがですね、14時30分ぐらいから徐々に上がってきまして、最後ね、ピークのところで大きく上げる。 えそして今はね、えー、まだ、えー、マーケット閉まってから1時間も経っていないんですが、えー、2万5380円ということでね、えー、140円ぐらい下がるということで、まあ、この上昇に関しましては、まあ、日銀の ETF の購入 ではなくてですね、おそらく今までね上がっておりましたので、ショート、売り方のですね、買い戻しが今日の終わり値付近で入ったんじゃないかとね、個人的に想定しておりますが、今はね、通常モード、ダウ平均の CFD、時間外取引もね、下げている通り、元の水準に戻ったということでね、このアゲンティによって、ある程度ね、ショーターの売り玉というのが整理されたからというところでございます。 というところでね、ダウの方が久々に下げてですね、日経平均も時間外取引で下げ基調ということでございますので、今までのリスクオン相場からリスクオフにね、徐々に切り替わっていくというところをね、想定していかなければいけないかなと思いますので、そういったところを含めて、為替の方入っていきたいと思います。まずはですね、ドル円のチャート、こちら15分足、約1日の時間軸のチャートでございます。 昨日の動画の解説のタイミングはね、まだまだリスクオンでございましたので、105円50銭付近、このあたりをね、うろうろしているということで、105円50銭を超えるタイミングでは少しね、踏み上げがあるかもというね、お話をさせていただきました。 実際ですね、105円を超えたね、ニューヨークマーケットのところでは、一旦は15ピップスぐらいでですね、少し踏み上げるというところがありましたが、まあ、勢いはね、そこまで続かず、ダウのね、まあ、下落と,とともにですね、ドル円相場の方も円高方向に推移。 そして、今日の東京マーケットでね、日経平均荒れておりましたが、その中でね、日経平均が下げる中、下げたタイミングで、105円50銭にレジスタンスを食らって、下落というところでね、あとは、引け間際にね、大きく日経平均が上がったところがあったんですが、これはね、あくまでも株式相場のみということで、為替相場はね、ほぼほぼ影響がなかったということで、今はね、昨日から比べますと、円高方向に推移しているというところでございます。 えー、そして、えー、今日の、ね、攻めるポイントとしましては、えー、60分足約1日の時間軸のチャートをご覧ください。 ちょっとね、株式相場の方が下落ポイントに近づいてきましたので、今まではね、昨日までは105円付近でしっかりとサポートが入ったタイミングでロングを取りましょうという、ね、お話をしましたが、今回ね、株式相場が下落に転じたというところでですね、こちらの方は戻り売りにちょっとこれは転換をしていただければというところでございます。 もう一度ね、105円ぐらいでサポートが入るかもしれませんが、それでサポートが入った後にですねこの移動平均線がまた右下下がりで、ね、変わってきますので、それよりか下側で反発したね要線が陰線に切り替わったら、ショートという形で、ちょっとね夜まで時間があろうかと思いますので、そういったタイミングを見計らって、しっかりとね、ショート方向に攻めていただければということでございます。 よってですね、3日ほど続いておりました105円のサポートと105円50銭のレジスタンス。これがですね、105円50銭の一旦上抜けたところで、少しね、まあ、踏み上げがあったというお話しましたが、まあ、踏み上げにね、相当しないというような上昇でございましたので、今回のね、上に行くところは一旦はね、個人的には終わったんじゃないかなと思います。 よってあくまでもですね、えー、105円付近でサポートが入って、まあ、そこでロングを取るのではなくて、えー、しっかりと、ねえー、反発したところ移動平均線が右下下がりに今後切り替わってくると思いますので、えー、そうなった時に、ねえー、移動平均線24の下側で要線から陰線、えー、これで、ね、ショートで攻めていただければ、えー、大きな、ね、怪我はないとは思いますが一応、ね、105円50線を超えたところで、ねえー、もしかしたら踏み上げあるかもしれませんので、えー、そこでストップロスを置くというとす。 とところはね忘れれずにに、えー、やってていいいただだければと思いますので参考にしてください、えー、そして、105円をね、えー、割り込んだときには一気に下がる可能性がありますし、まあこのね、えー、104円と105円の間はね前回スルッと上がったところなもんですから、えー、105円を割り込んだときには、スルッと1円ぐらいね、えー、まあ、すぐに落ちるかどうか分かりませんが、落ちる可能性もあり得るというところなので、まあ、そういったところはね、えー、しっかりと取っていければと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上で米ドル円の解説を終わりまして、続いて5ドル円を見ていきましょう、はいえー、5ドル円の方うも、ねえー、個人的には今日うは、ねえー、デイトレで、えーまあ、ショートが取れたかなというところでございますが、こちらも今までの上昇トレンドから、えー、ダウの、ねえー、若干の下げと時間外取引の下げというところで、えー、リスクオンからリスクオフに切り替わった様子が見て取れるかなというところでございます。 昨日の動画解説のタイミングは、えー、まだね、高値圏ということで、一旦77円を上回って、ちょっとこれもね、まあ、踏み上げとは言わないですが、ストップロスを借り取ってね、77円10銭まで借り取っていった。その中で、移動平均線付近で反発したところが、だいたいね、昨日の解説のところというところでございましたが、結局のところ、株式相場が難聴に移ったことによって、77円を超えることはなかったというところでございます。 ニューヨークマーケットでは76円70銭から76円80銭というね、非常にまあ狭いね、レンジをうろうろする中で、今日の日経平均が少し難聴、寄り付き天井というところでね、下方向に出ていった。まあ、こういったタイミングでね、ショートを取ることができたというところでございますが、東京マーケット終わったところからね、売りが加速してきまして、76円50銭を割り込んで、1日のね、安値、24時間の安値をつけてきたと。 いいうところでございますそして今後の、ね、ポイントに関してはやはり60分足1週間のチャートを見ていただければと思いますがこちらの方もね今までは77円を上値のレジスタンスそして76円50銭がサポートラインというところでねちょっと上に行くときには警戒をしましょうというねお話をしておりましたが今回ね76円50銭 下方向に一旦抜けてしまった、そして株式相場が難聴になってきた、えー、リスクオフになってきたというところを考えますと、ベイドル円と同様に、き、まあ、昨日とはねちょっと変えまして、やはり、えー、下方向でロングではなくて、反発したところを移動平均線がこれから右下下がりになってきますので、その下側で陽線から陰線。 えー、これで、えー、しっかりと、えー、ショートを取るというところが、えー、大切だと思いますので、えー、5ドルの方もね、 えー、合わせて米ドル円の今までのねロングの方向ではなくて、えー、76 5円と7、えー、76円50銭と77円のレンジをね一旦下抜けたそして反発するタイミングでレジスタンスが移動平均線ぐらいで入ったらしっかりとショートという形なのでちょっと今までのね、えー、トレンドとは変わってきましたのでこのあたりはしっかりと警戒していただければと思います そして、このあたりですね、76円30銭あたりを破ってしまいますと、前回もね、この76円付近ですね、見ていただきますと、一瞬でね、上がっているというところ、これが、コロナワクチンの開発報道を受けての上昇でございました。ほぼほぼね、サポートレジスタンスが効かないという形なので、一気にね、ストンと落ちる可能性もあり得ますので、そういったところからね、ロングよりもショートというところ、ただやはりね、77円もちろんね、 超えるというところも可能性としては考えておかないといけないので77円の上方向にストップロスを置くことは忘れずにというところをね最後に付け加えさせていただきますので参考にしてください。はい以上で5ドル円の解説を終わりまして続いてポンド円を見ていきましょう。 はい、えー、ポンド円の方もね、えー、トレンド転換によって、えー、下方向、円高、ポンド安方向に進んできているというところでございます。えー、今回はね、個人的には、あの、先出しトレードというのをやっておりまして、まあそちらの方でね、うまく30ピプス取れたかなというところはね、ツイッターの方で報告をさせていただきました。 まずね15分足の方で1日の流れを見てみますと、えー、昨日の解説のタイミングでは、一旦はね140円を上回る、そして、えー、こちらね140円付近にもう1回挑戦しようかというタイミングが、えー、昨日のタイミングでございましたが、140円ですね、えー、今回は、えー、一瞬だけで上髭ベースで、えー、抜けるというところがありましたが、最終的にはやはりこちらも株式相場の難聴によってした方向。 139円50銭ぐらいをうろうろしていたんですが、ニューヨークマーケット、今度はね、割り込んでしまって、なかなか上値139円50銭を上抜けることができないというところで、139円25銭から139円50銭、こういったところをね、ニューヨークマーケットはうろうろしていたかなというところでございます。ただ、東京マーケット、今日はね、寄り付き天井というところでございましたので、最終的には大きくした方向に下げてしまって、今は139円を割り込んでしま 込んででしままったとといいうところでございます個人的にはね今日は139円18銭ですね。まあ、このあたりでショートポジションを取ったということで、今までのサポートラインですね、139円25銭、これを割り込んで反発したんですが、このあたりでねもうこちらのサポートラインがレジスタンスラインに切り替わりそうだというところでショートを組んで、139円割れで。 利益確定とととといいいいううころをさせてててたたただだきままししが今後もね方向性としては同じように見ていただければと思います具体的には60分足1週間の時間軸をご覧いただきましょう。こちら、コロナワクチンの開発と、その他ね、まあ、ブレグジットの進展ですね。こういったところで上がって140円を超えたというところがね、今となってはピークを迎えたというところでございます。 今までは右肩上がりのね移動平均線でございましたので、まあ、しっかりとね、その上側でサポートが効いて上方向に行っていたんですが、今回ね、移動平均線を下回る。そしてこのあたりですね、移動平均線を下回った後、反発しようとしても、この要線が移動平均線の下側で陰線に切り替わってしまった。まあ、ここからね、弱い相場が始まってきたかなというところでございます。 となりますと、もう皆さんね、動画をご覧いただいている方はお分かりだと思いますが、移動平均線、これからも右下下がりになってきますので、基本的には反発したタイミング、これが移動平均線よりか下側で要線から陰線に切り替わるところが絶好のショートのタイミングという形になりますので、今まではね、ロング方向で攻めていくというところから、今回のね、リスクオフの転換というところで、しっかりとショートを取っていくという相場をね、 えー、想定していただければと思います。 まあ、移動平均線とね、この平均足、そしてこのボリンジャーバンドですね、こういったものを組み合わせることによって、大体のね、トレンドが分かってくるかなというところでございますので、まあ、しっかりとね、移動平均線が今ね、角度が変わってきた、そして平均足も移動平均線の上側ではなくて、下側に転換したというところから、今回はね、下落トレンドと見ていただいても構わないかなと思いますが、一応ね、こちら、ブレグジット関連でポンドの方は吹き上げる可能性がありますので、 この辺りはしっかりと140円超えたところではストップロスをかける、もしくは移動平均線よりか上側でストップロスをかけておくというところが大切だと思いますので、そういったところ、調整をしていただければと思います、はい。以上でポンド円の解説を終わりまして、最後にユーロドルを見ていきましょう。 はい、ユーロドルの方は、昨日ですね、ECB の総裁がですね、引き続き金融緩和を進めていくというような発表をしましたので、やはり難聴な動きがね、継続しているというところでございます。 昨日の動画解説のタイミングは1.18を割り込んでしまったというところで、反発しようとしてもなかなか1.18、今までサポートががっちり入っていたところでございますので、一旦割り込んでしまいますと今までのサポートがレジスタンスになってしまったということで、結局は1.18回復できなかったというところでございます。 一旦はね1.1750でサポートが入ったんですが、この東京マーケット、ニューヨークマーケットから東京マーケットですね、少し反発したんですが、前回のねレジスタンスラインの1.18よりか手前でね、再度移動平均線の下側に平均足が沈んできたというところになりまして、こちら、ユーロドル,ドルの方も引き続き弱い展開が想定されるというところでございます。 これを、ね、60分足で見ていただければトレンドの方が顕著に出ておりまして今まで,です、ね、移動平均線が右肩上がりのタイミングではしっかりとその平均足のチャートが、ね、上側に位置しているというところで移動平均線の上側で陰線から陽線になりやすかったというところが続いておりました。 ただ、この1.19ですね、ここで一旦上髭をつけて、ショート勢を刈り取ってからですね、一気に下げる。これから移動平均線の角度が変わるというところで、まあ、少しばかり、ね、出る部分もありましたが、基本的には移動平均線の下側でね、平均足のチャートが一致する。 そして今日の東京マーケットでもしっかりとね移動平均線にレジスタンスが食らって、レジスタンスを食らって、要線から陰線に切り替わっているということで、引き続きねこちらの方も下げたタイミング、そして反発して要線が出たところでですね移動平均線よりも下側で要線から陰線に切り替わったタイミング、まあ、ちょうどこういったようなタイミングでしょうかね、えー、というところでしっかりとショートを組んでいくという方向性で、えー、構わないと思いますので、この辺り、 ドルドルの方も引き続きショート目線で攻めていただければと思いますので、皆さんの相場感と合わせて、えー、注文を出していただければと思います。はい、えー、以上でね、えー、今回の動画は終わるんですが、今日はね、えー、i n e 登録していただいて,い,だい,ている方の、えー、推奨トレードのポイントは、えー、ちょっとね夜、えー、出かけますので、えー、中止と、えー、休止とさせていただきます。 あと、ツイッターの方ではね、私の損益報告だとか、相場に対する考え方、見方、あとね、大きく動いた時のコメントがね、載せておりますので、良ければ概要欄に貼っておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。今回は以上です。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。明日一日金曜日ね、ございますが、頑張っていきましょう。バイバイ。